かは出て行かないで、セイブライオンズからせめて辻監督を胴上げするまで FA するな。涌井も岸も隅田に浅村も、もともと西武だったんだよ。どうしてみんな楽天に行くの？どうして秋山はカープに行っちゃったんだろう。山川出て行かないで、西武ライオンズからソフトバンクみたいに高い年俸払えないけど、森も出て行かないで、源田も出て行かないで、外崎も出て行かないで、辻監督の涙も見たくない。